はい、おはようございます。今日は本当のねクリスマスやね、25日ね、本当のクリスマスっておかしいけどね。はい、こんな感じからスタート。昨日はね、皆さんありがとうございます。この子たちもね、喜んでると思います。ほんまにね、みんな見てもらったのにね、いろいろね投げてくれはったりね。はい、こんな感じです。それでね、ここソラちゃんとかね、だいぶ良くなったと思います。これね、キーボードもソラちゃんが吹いたかな。ソラちゃんが吹いたかな。さっきおってんけどね、あ、これね、ソラちゃん、ね、目もね、良くなってると思います。はい、ね、パルちゃんね、はい、ここもね、風邪は治ったと思います、完全にね。はい、なんで怒んの。怒るか、あ、カメラな、カメラ怖いな。よしよし、カメラ怖いから叩くやな。よしよし、カメラちょっと、カメラ怖かったね。カメラに撫でてるのはちょっとまだ、撫でるのはちょっとまだあれみたいね。はい、ね、怖ないよね。めったに叩かんからな、最近この子は。今ちょっと叩いてきよったからね。はい、マイルドちゃん、ね、こんな感じです。マイルドちゃん、はい、マイルドちゃん、これでね、昨日も言うたようにね、ここね、温度計つけてやけどね、やっぱりこの下は寒いっすね。今日 16.2 度。これでまあクーラー当たるとこはね、35度ぐらい上がってんけどね。これでこちら 25.5 度、これで奥は 28.7 度。まあこっちちょうどぶち当たるからよね、クーラーね。こんな感じでね、ここの温度計はこんな感じでね。はい、よしちゃんちゃん、まあちょっとあそこにもね、もう一個買おうかなと思って、あん中の温度をちょっと知りたいな。計8個つけてんかな、今。ほんでこっちもね、つけていいんやけど。はい、シャーコちゃんがね、はい、シャーコちゃん。シャーコちゃんのが偉いね、最近。なあ。君のが偉いわ。はい、それでここがね、25.6 度。ほんで、まあ、この下にもちょっと欲しいんやけど、あと2個ほど欲しいんですよ、ポンさん。これでここにもねつけてるんですよ、この一応。まあこれブルーシートの、これ今何も入ってんから、ここ結構寒いと思います。 13.3 度。これまあこれ何でした、 13.3 度からここ、こたつつけたらどんだけ上がるかいうのでね、つけたいけどね。でここがね 26.4 度、ちょっとクーラーより外れてるので、これここが 14.4 度っていう感じでね。今日大阪はね、朝3度や言うてたけど、そんなに下がってるかなと思ってね、天気予報では3度言うてたけど、まあ、もうちょっとあるんちゃうかな思ったり ね、こんな感じでね、もうちょっとここもね、ちょっと、この辺とかね、あ、ここやね、ここに1個欲しいですね。あ、ここは1個だけでいいかな、あっちも1個、もう1個欲しいな思ってね、ちょっと注文しとこうかな思ってね。こんな感じですね。レイちゃん、いい顔なってきてるよ。今日はいい顔してんな。眠たないような。なあ、レイちゃん。はい。そうそう。まあ、昨日もね、コードだから、セットして、捕獲器セットしたけどね、結局ね、入らんかったけど、こういうね、キジのこと、ね、8割の子通ったけど、8割の子は速攻逃げてたからね。それで、あの子らの厄介なのはね、一回、近くまで行ったんで、その場に戻ってこないんですよね。だん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 奥に行くという。それで結局捕獲器昼頃セットして夕方見に行ったけどね、結局はい、全然その周りに、ね、行ってなかったという感じでね。これでね、一応ね捕獲器セットする時だけで餌撒くようにしてるんですよ。餌与えてからやっぱりね、この時期やっぱりね、猫増やす恐れがあるからね、やっぱり栄養つけても悪いと思うんやけどね。お前やったらええと思うんやけどね。だけどそれしたら結局捕まれんかった時、まだ子供を産むあれになるんでね。でまあ餌を与えたら捕獲器セットする時だけ餌をね与えて、これでまあ
あの食べた形跡も昨日はなかったけど、その餌もね片付けて帰ってくるんですよ。お前そのままやったらええと思うにはる人もおると思うんやけどね、それをやったらねやっぱり猫増やすことでね、あのポンさんが今言うてることにね反することになるからね、だからもうそれはねきれいに片付けてね、あの帰ってきてます。まあ、そんな感じでね、まあ、あの頃もね捕まったんやけど、多分あの8割の子はそんなちょっとちっちゃいんですよね、あのキジの子に比べたら。それでまあその8割の子は多分このルルちゃんがあれなんかなと思ったりもねしてんけどね、兄弟なんかな思ってね、みここちゃんのおかんかな子供かな思ったりね、ようわからんすね。まあちゃう猫かもわからんけどね。はい、トラキチ聞いてんの。あ、もうなんか餌ないんかな。そこ寒いよトラキチ、そこ 16.2 度しかないからね、ここは。まあ向こうのが寒いね、やっぱり向こうはこっちにか、当たって帰ってきてんのね。こっちはこっからずっと当たってこっちに来てるんじゃないかな思うけどね。こう特にあっちがね35度、だからここなんかもっと暑いと思いますよ、ロシアついてるとね。35度ぐらいあるからね。これだけちょっと時計だけ合わせたんだから、まあこんな感じでね、もう7時8分ということでね、ちょっとポンさんはよやったつもりがね、今日はちょっと遅なってるという結果になってね、まあ今からちょっとご飯食べて、ね、出勤、あのこのビデオ の編集してね、出勤しますね。はい、いっちゃんです。以上です。ありがとうございます。